ゆかチャンネル。Once upon a time, there was a happily married couple. 皆さん、もうすぐクリスマスがやってきますね。12月に入り、ふと今までの私たちを振り返った時、今年2019年は私たちにとってとってもとってもスペシャルな1年だったなと思います。たくさんの場所や人に出会い、刺激をもらったり、またチェジュでの平和な日々に感謝しながら過ごした時間、そしてそんな私たちにとても大切な家族が増えることにもなりました。え、ちんちゃん、え、お、すごい、すごい、わー、マジで、こんなちっちゃい豆みたいな花草みたいなやつが怖くなりました。お腹の赤ちゃんはおかげさまですくすくと成長し、現在35週目、妊娠もすぐ10ヶ月を迎えようとしています。家族が2人である最後の月になる今月は、クリスマスや年末年始などたくさんのイベントがありますが、私たち夫婦にとっては大切な家族が増える日へのカウントダウンでもあるなと思い、そんな愛おしい一日一日を可能な限り収めておきたいなと思いました。毎日投稿とはもしかしたら体調や出産の状況によりいかないかもしれないけれど、可能な限り頻繁に Vlog の方を上げていきたいと思いました。皆さんの日々に少しでも笑顔がお届けできるように、素敵なクリスマス、そして一年の締めくくりになるように、いろんなストーリーをお届けしていきたいと思います。それではゆかすん夫婦のブログマススタート。